で、まあ、CFD ですよね、今日聞かれているのが、少額から投資できるってやつですね。まあ、この少額でもお金を増やせるんですかっていうのを結構聞かれたりするんですよ。やっぱり初心者でも可能なんですかと、まあ、初心者、少額ってことで初心者ってイメージあると思うんですけども、まあ、あの FX とかは僕はお勧めしないですよね。やっぱりあの、まあ、しっかり勉強して本当にきちんとしたメンターから正しい方法を学ぶっていうことができるのであればいいんですけども、なかなかそうなれないっていうのが多いので、インフルエンサーのカモになってるっていうのが実際多いところなので、そこはですね、やはりですね、 FX とか CFD で手を出しやすいところで少額の投資ってことでやろうとするんですけども、まあここはお勧めしないなっていうところですね。で、やはりですね、実際にやっていくなら長期投資で淡々とやっていくっていうのが一番いいかなと、もう確実堅実にやっていくっていうのが一番いいかなというふうに思います。堅実が一